皆さんこんにちは。今回のトピックはメッシュを使った LINE の描画です。ユニティ関係で定期的に受ける質問の一つに、 LINE を描画するにはどうしたらいいのかというものがあります。ユニティには LINE レンダラーコンポーネントがあります。単純な一本の線であればこれを使うのが簡単で便利です。ただワイヤフレームモデルのように大量の LINE を引く場合には向いていません。そういう場合はメッシュクラスを使って LINE メッシュを構築して描画するというのが基本的なアプローチになります。今回はチュートリアルとしてメッシュクラスを使って大量の LINE を描画するというのをやってみましょう。今回作るサンプルはこんな感じです。ワイヤフレームのメッシュがうねうねとアニメーションするというのを作ってみます。サンプルプロジェクトは GitHub のこちらに置いておきました。概要欄からもリンクしておきます。とその前に最初はもっと簡単な例から作りましょう。こんな感じの三角形を LINE で描画します。頂点の座標はそれぞれ000100010になります。このようなメッシュを作るには2つのデータを用意する必要があります。一つは頂点配列バーテックスアレイ、もう一つはインデックス配列インデックスアレイです。この場合のバーテックスアレイはすでに分かっていますね。この000と100と010です。コード上でこれを配列にしてからメッシュにセットバーティシーズを使って設定します。次のインデックスアレイはこれらの頂点をどう結んで線にするのかという情報です。ここではまず0番と1番をラインで結んで、次に1番と2番、最後に2番と0番というように書いていくことになります。コード上でこれを配列にしてからメッシュにセットインディシーズを使って設定します。セットインディシーズの引数には配列データ以外にメッシュトポロジーとサブメッシュ番号を渡します。メッシュトポロジーというのはこのメッシュの描画方法を選ぶものです。今回は LINE なので LINES を使っています。普通のいわゆるポリゴンを使う場合はトライアングルズになりますね。サブメッシュについては今回は使わない機能なので常に0を入れておいてください。周辺のコードも整理して書いてみるとこんな感じになります。メッシュをデフォルトコンストラクタで生成して、バーテックスとインデックスの設定を行って、最後にメッシュをメッシュフィルターに渡しています。シーン上では空のオブジェクトを作成して、メッシュフィルターとメッシュレンダラーと今書いたスクリプトを追加します。メッシュレンダラーのマテリアルにはアンリット系のマテリアルを何か設定してください。これで三角形が描画されるはずです。ここまでの基礎ができればあとはこれを応用するだけですね。頂点を増やした上でマイフレームその位置を動かせばこんな感じのアニメーションが作れるはずです。最終的なコードをざっくりと解説していきます。まずこの N はメッシュの細かさを決める定数です。今回頂点データの格納にはジェネリックリストクラスを使うことにしました。そしてこのアップデートバーティシーズメソッドの中でデータの更新を行います。引数 t には現在の時間が渡されます。頂点の順序はこんな感じにしたいと思います。カラムとローの2要素でループを回します。アップデートバーティシーズの中身はこんな感じです。カラムとローに対応するループがここにありますね。この中で XYZ の値を計算していくんですが、マセマティクスパッケージの中にあるリマップという便利な関数を使っています。これは A から B の間で入力される値を C から D の間にリマップするという関数です。ここではカラムが0から始まって N-1 で終わるので、それを -1 から +1 の範囲にリマップして X の値としています。同じことをローと Z でも行っていますね。そして中心から広がる波のアニメーションを作るために距離を求めてからサイン波の式に入れています。求められた座標値をアットでバーティシーズに追加、最後にセットバーティシーズでメッシュにデータを渡しています。次にスタートの実装です。メッシュの初期化はさっきと同じですね。
そして0を引数として先ほどのアップデートバーティシーズを呼ぶことで頂点データの初期化を行っています。この後にはインデックスデータの初期化処理が続きます。なお、このサンプルではメッシュの基本構造は固定なので、インデックスデータを毎フレーム更新する必要はありません。スタートの中で初期化だけを行っています。まずは横方向のラインです。N 個分のローを処理するループがあります。次にカラムのループがあって、その中で隣接するインデックスペアを詰め込んでいってます。次は縦方向のラインです。これはさっきの処理のローとカラムを入れ替えているだけです。隣のインデックスを参照するのにプラス1じゃなくてプラス n してるのもちょっと注意ですかね。最後にセットインディシーズして完了です。アップデートの実装は非常にシンプルです。アップデートバーティシーズを現在時間で実行するだけですね。これでこのようなアニメーションを作ることができました。最初のサンプルと比べると若干複雑になってますが、頂点座標を作ってインデックスでつなげるという基本については何ら変わりません。ここから発展させて自分独自の表現を作り出してもらえればと思います。今回はこんな感じでメッシュを使ったライン描画について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。最近このチャンネルではこういうチュートリアルはあんまりやってなかったんで久しぶりになりますね。Unity のチュートリアルを扱ってるところは他にもたくさんあるんで、まあ今更このチャンネルでやらなくてもいいかなと思ってたんですが、まあ、需要があれば続けていきたいと思ってます。もし皆さんの方でこういったチュートリアルをやってほしいみたいな要望がありましたら、ぜひコメントでください。今後検討してみたいと思います。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。